ワイズのお相手をさせていただきます。私たちバックルッチです。どうぞよろしくお願いします。はい、始まりましたけれども、バックルッチ今日初めて来たよっていう人俺らも初めて、私たちも初めてだったんですけれども、ありがとうございます。忙しいね、12月ね、時間ね、慌ただしいですけれどもね、12時でね、クラスのライブ受けていただきまして本当にどうもありがとうございます。じゃあライブに対して、楽しくお届けしていきたいと思いますね。皆さんもゆっくりとお楽しみください。そしてですね、もう端っことか後ろも空いてますもんね。ぜひダンスのお上手な方は率先的に、踊っていただきたいと思います。はい、ぜひね、皆さんね、スペースを利用して踊ってくださいね、お付き合いください。まず1曲目には、インターハスペクトのマーカーはユースフォーイージー、そして2曲目には、ロイヤルオーソンのマーカーはオープリティールマッキーターのシッチューのお届けいたしました。はい、今日はですね、メンバーにもね、たっぷりとね、歌も歌っていただきたいと思いますね。皆さんお気に入りのメンバーの歌ね、楽しみにお待ちください。それでは中盤戦パッパチナンバー中心にお届けしていきましょう。まずはですね、シグですね、かっこいいですね。ありがとうございます。はい、いやそんなことないよって言わへんところがさすがちゃんです。慣れてるからかっこいい、言われ慣れてる人やったな。しんちゃんかっこいいな言ったらどういう？まあまあっすみんなもう言わんとこ、みんなには言わん、言わん、言わん。そのですね、ジャンコさんのね、お互いからスタートです。まずはコールアンダーのこのナンバーから決めましょう。Thank you.
馴染みの深い曲を聴いていただきました。1曲目にはポーランカのナンバーダイヤの全部からかっこいい全部からジャンゴっていう名前が定着しましたね。そうですね、もう10年ぐらいで。そんなことないでしょ、10年になってます。ジャンゴになってからなってますね。なってます、はい。もうね、お客様のあれはジャンゴ、ジャンゴさんですよね。まあ山ちゃんからしたらね、もうコンソールですから。今日言い間違ったらダメなんで、ジャンゴみたいになります。ね、一人歴史ありでございます。そんな、ナンバーから始まります。ミイラのナンバーからは月影の名残、そして3曲目にお待たせいたしました、オンドロボーさん、イペイ。はい、久しぶりでございます。何か喋りだそうだね。もうマイクがやったように皆さんね、生まれまして48年経ちました。まだ一平のまんま、はい、はい、名前を変えて、ああ、はい、なんか募集する今日だけ。そうですね、ジャンゴさんに勝ちたいよね。そうだね、そこで勝負せんよ。じゃあ、僕が決めます。ペイン、ペイン、ペイン、オンドラムス、ペイン。ペイ、かわいく言ったらいいんじゃないですか。ペイって。ちょっとかわいいけど。そうですよね。みんなね、かわいくペイ呼んであげてください。今日一日はね、ペイでいきましょう。はい、そしてですね、最後にはブレイマリーの名前からはダイナマイトまで1、2、4曲続けてお届けしました。はい、それではこのステージね、1回目のステージ、1曲ね、素敵なスローナンバーをね、お届けしたいと思います。もちろん、ジャンゴの歌声でお楽しみください。よかったらパートナーいらっしゃる方がね、チークタイムなんかもね、お楽しみいただきたいと思います。それではこのナンバーアンチーフメロディI'm coming home every day.
そんなとこ見逃してくれてちょっとみんな見逃してくれてたよ。アンチングメロディね、じゃあ誰の歌でしょうか。ほらブラザーズ誰の歌でしょうか。ライチャスブラザーズ。はい、かっこいいよ何してもかっこいい。今一瞬愛するブラザーズクリーンとなって飛んで近藤さんに丸投げした。あ、のたこに押されてしまった。ジャンボに丸投げしてしまいました、そんでね、素敵なスローガンがたくさん入ってすぐね、いただきましてどうもありがとうございます。オンボーカルフィンジャンボ。そしてオンドラムスペイン。何回か言ってきたら慣れてくるもんね。はい、そうですね。はい、どうもありがとうございます。またね、まめに豊かなメンバー、いろんなとこで活動するメンバーですけれども、今日はですね、あんまり聴けない曲なんかね、珍しい曲なんかもね、聴いていただけるんじゃないかと思いますので、ぜひ皆さんね、10ステージたっぷりお楽しみください。それではですね、このステージあっという間にここから後半戦になります。後半戦は踊れるナンバーご用意しております。ぜひ皆さんダンスでお付き合いください。Come on!
Thank you.
お届けしたいと思いますので、皆さんもぜひお楽しみください。まず1曲目にはですね、しんちゃん、そしてですねジャムの2人からね、お届けしましたビートルズのナンバーからはハートデイズナイト、聴いていただきました。ビートルズね、多いと思いますけれども、かっこいいね、ナンバーから始まりまして、2曲目にはジャンゴからカンサスシリー聴いていただきました。はい、ありがとう。はい、コンさんとビートルズができてたのすごい嬉しいの。俺言ってたね、うん、嬉しかった。むっちゃむっちゃニヤニヤして、僕がホームケントス時代に、うん、その前キャバにあったから、ああ、そう、もう本当に人に歴史あり。サミー、サミー、何？サミー、あ、そうや、サミーなんだ。神戸県都市にいた時、じゃあミックじゃん。あ、ミックじゃん。サミーって誰やん。何年前の話ミック、そう、ミック30年ぐらい。だって二十歳やん。そんな50年やん。そんなの、うん、見えへんって言ってあげてください。見えへん、見えへん。気にしてるやん。気にしてるやん。私もありがとうね。コンさんとミドルとやれたのが僕は今日嬉しかったんです。いやいや、僕も嬉しかったです。なんでね、山ちゃんはね、もう僕は年は上、僕の方が上なんですけど、大先輩なんで。この業界。ああ、そういうこと。大先輩。はい、多分今日終わってからまた反省会で怒られる。怒られる。私はみんなあそこ正座しましょう。おい、ジャンゴ。びっくりしてる。絶対要請よ、わし。そんなね、みんなね、やっぱりどこかでこう知り合っていたりとかね、そういう経済があるんですけど、そんなことで突然ですが、じゃあせっかくなんでメンバー紹介したいと思います。ありがとうございます。今日はまずはステージ右で。いうことですね、忙しい中ダメ元でお誘いしたところ、心よく、私たちにお付き合いいただきました。キモのレイ、はい、レイ君もね、いろんなところでね、見かける人気者でございますが、まあ、キンキンのお知らせとかはないですか？いいよ、時間取ってもここもういいよ。みんな、ほんと、レイ君、聞きたいっていう人がいる。来週の土曜はジオンにいます。はい、メモ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 。はい、来週の土曜日ね、レイ君を見たい人は来週の土曜日ね、ジオンに出演中ですので、ぜひね、行ってあげていただきたいと思います。数日でジネアンコチームか。はい、オクラムス、行っていい。たまたまライブに遊びに来たところをスカウトしました。ありがとうございます。はい、久しぶりにね、見る方もいらっしゃると思いますけれども、はい、ペイもですね、元気に頑張って、またね、ライブの機会も増えそうですね。そうですね、今度は、はい、ジオンさんの方で、はいはい、あ、ちょっと来てくれてますけど、僕のお兄さんちゃんと29日、はい、年末ね、はい、はい、クレディはい、よろしくお願いします。はい、皆さんお休みの方もいらっしゃると思うんで、29日は何曜日？土曜日金曜日、そう、嘘つきましたよ、お礼が嘘つきました。はい、金曜日ですね、よろしくお願いします。金曜日でした、金曜日ね、29日またね、ぜひお出かけください。そして、はい、先ほど紹介しました、こちらも結構長いお付き合いになりますね。ですね。はい、何だっけ、ミック、ミック、もういいしろ。今日ミックにしようかな、面白いから。面白い。はい、そんなね、はい、まあこちらも引っ張りだこです。あちこちでね、いろんなところで見られることも多いと思います。オンギター、しんちゃん。今のお知らせはどうぞ。明日は5時半起きで仕事行きます。お弁当持ってな、うん、美味しそうなお弁当持ってね。はい、はい、はいって終わらすのさらに、みんながね、ドライブはね、はい、とりあえず
水曜日か水曜日水曜日の神戸のバリットで前ね、あのグリースのコミュニティーマンでいいよいいよあギター弾いてます、京太郎はいっていうのがありまして、はい、そのやってるアンクルジャオンと、うちの僕は、夫婦家内と、うん、アコースティックデュオをやってるんですけど親友で、親友で、はいそこに、参戦すると、はいとかはいトコナッツもちょろちょろ行きます。そうですね、トコナッツは2回ぐらい行くかな。あそこも行くね。どこ？リュークス。リュークスは、年内ないです。あ、もう、はい、来年ね、またなんか、ちょろちょろ行きますので、はい、はい、ぜひね見かけたら来てください。はい、今後も出てるんでね、ぜひチェックして応援に行きますと思います、はい、そして皆さんお待たせいたしましょう、はい、オンベース、ジャンボに参加してくれるとは思いませんでしたけど、はい、ね、そうです。キミちゃんの誘いを断ることはできないです。まあジャンゴさんがそんな忙しいしやらへんよ無理無理って言われたら興味がなかったです。ジャンゴさんがやるって言ってくれたんで、もう素敵な仲間。それが怖いね。いやいやいや、ジャンゴさんと一緒にやりたいね、ステージをしたい仲間が集まりました、そして今日もね、ジャンゴさんの応援団たくさん来ていただきましてどうもありがとうございます。もう嬉しさのあまり濃く使わせていただいております。いつもより多めに歌っていただいております。普段見れない一面を見れたりするの。そうですよね、はい。まあ皆さんも言わなくてもね、ご存知だと思いますけれども、ジャンゴさんはどうぞ、キンキーのもう全部スケジュール言ってください。あ、僕ですか、うん、木曜日、金曜日、土曜日は、はい、某グリースで変わらないんですけど、さっきからみんなバンバン言ってるし、大丈夫ですか。そうですね、はい、ね、はい、個別でもね、いろんなあのバンドを組まれてて、いろんなことされてますね。音楽大好きなんで、いろんな作品やってますわ。はい、ぜひ皆さんね、たくさんありますんで、チェックしてね、ジャングさんの応援をね、お願いします。はい、はい、YouTube でね、いろんなライブを配信してますんで、もしよかったら声かけていただいたら、名刺をね、渡しますんで、はい、ね、気軽に声かけてください。はい、はい、そちらもチェックです。どうもありがとうございます。はい、皆さんからでね、皆さんのね、元気のスケジュールね、お届けしましたところで、またまたステージの方戻りまして、ここから、お越しの会中心に、本日の方をお届けしましょう。楽しみたいと思います。
Oh,
んどうもありがとうございます。あとでみんなでは結構したいと思いますけれども、じゃんけんして取り合いしましょうみんなではい、ありがとうございます。そして2曲目にはですね、こちらもビートルズでおなじみアンズレイ・ブラチャーズの中からはトゥイスターのシャウト、ギターのしんちゃんからお願いいたします。でラストには恋はみんなのもの、コニー・フランシスの生で、ね、お楽しみいただきました。皆さんね、振り付け上半身だけね、お付き合いしますと言っていただきましたけれど、どうもありがとうございます。皆さんにね、お楽しみいただきました。はい、というわけで2回目のステージ、ご恒例ですね、またまたジャコの素敵な歌声に癒されていただきたいと思います。ちょっとね、オールディーズでは何やどんな、まあ、いわゆるオールディーズではないですけど、でも、もう何十年前ですかね、はい、70年代ですから、9年ぐらいかな、はいはい、もう古いですよ。そうなりますよね、はい、とっても素敵なナンバーね、人気のジャムね、歌ってほしいなと思ってた歌なので、はい、ぜひね、皆さんもゆっくりお楽しみください。それでは、テーマのドアをお届けしましょう。オープンアーム。Oh.
ステージもいよいよここから後半残すのみとなりました。今日はね、お忙しい中皆さん来ていただきまして本当にどうもありがとうございます。ありがとうございます。もうね、余韻に浸ってる時間はないんです。後半はまた踊らないとダメなんです。小川さんがギクッてしてましたけれどもはい、皆さんね、ここからまたエンジンかけてですね、一緒に盛り上がって明日までね、たっぷりね楽しんでいただきたいと思います。それではここから後半戦、まずはこのナンバーから行ってみましょう。デデュランランボンジョンスイスイソー。Yeah.
Thank you.